さんに参りましたか皆さん宇野沢さんに参りましたか。チャットからの参加がやっぱ多かったですかね。どうなんだろう、うん、でもチャットもすごい励みになりました。皆さんどうもありがとうございました。あ、やっぱニコニコで見てました。うん、あ、シェイトゥーサミットのブース見ました、そういったコメントもいただきました。ありがとうございます。そうそう、あのひっそりあったんですよあのお天気学習ブースのちょうど裏側に ありまして、まあ、若干本当に小さなブースだったんですけど、まあ、あの私がちょっと出るやつを紹介させていただいているものが若干ありました。はい、そうそう、その奥にはゲリラ雷雨の庭さんがこう撮ってきた動画に、まあ、私ナレーションをちょっとだけしていて、そういうブースもあったんですけどね。はい、そうそう、シートゥーサミットももう言うてる間ですよ、10日ぐらいですよね。いやー、ちょっと緊張しますね。キッシーさんが以前京都のシートゥーサミットに出たんですけれども、私今年から、まあ、キッシーさんの後を継ぎアウトドア担当になったわけなので、まあ、今年シートゥーサミット私も出ることになっております。はい、練習大丈夫ってきてますが、まあ、あの山に先日、登ったのと、そうですね、今度山の日も登る予定にはなっております。あとカヌも楽しいですねまあ、あの優勝を目指すというよりはまあ、あの楽しみながら完走できればなと思っています。今年私全部一応カヌーと、バイクとハイクと出る予定にしています、なっています。場所は北海道、そうなんですよ。なので景色も素晴らしいかなと思います。景色も楽しみながら、そのまま雰囲気も楽しみながらですねどれぐらい時間、どれぐらいかかっていくんでしょう。うん、そうですね、私もそう、今まで本当に経験がその、ね、全部一緒にやるという経験がないもので、はい、ね、最後まで、はい、あ、そうですね、気楽で頑張ってといただいてますが、はい、ね、こう楽しみながらっていうのはちょっと大前提に、はい、そうです、目標完走です、はい、そう頑張っていきます。サライブでももしかすると中継もつないでいくかなと思うので、ぜひ皆さんチャットからですね応援していただければと思います。当日はちょっとチャット見れないと思うんですけれども、はい、とまた後ほどですね見させていただきたいと思うのでよろしくお願いします、はい、いやー、そうですね、天気もどうかっていうところ気になりますね。まあ、ここ最近、まあ、北海道、そうですね、まあ、北海道もやっぱり暑い日も続いてますからね、私もちょっと熱中症にならないように気をつけたいと思います。土日です、8月の確か再来週かな、再来週の土日だったと思います。はいまあっという間なんですけどね、はい、もうすぐ、あ、そう、20日と21かな、そうです。シートゥーサミットっていろんなところで開催してるんですけれども、まあ、あのまたまたまこの8月が北海道ということです。はい、私の足が異常に小さかったって来てますけど、異常に小さかったあ、実際に見てですか。でも私24センチありますからね、一応それ大きくはない。でも普通だと思います、多分女性の足にしては。うん、え、小さいですか。小さくはね、普通です。女性だったら多分22センチぐらいから25だと大きいので普通です23ぐらいが多いかな、はい、私の足はそんな感じなんですけど、はい、そうです。うん、そう、北海道、そうですね、北海道に行くのも、でも私3回目なので、それもまた楽しみです。美味しいものも食べれたな、だなと思っています。ちょっとどさくさに紛れてまあ、あの、そうですね、やっぱソフトクリームは食べたいですね。時間あるかな、時間終わってから帰るとき空港とかで食べれたらいいなあと海鮮丼、時間ないかな時間ないですかね。そう、食べれたらいいなと思います。
うん、そうそうそう、スタミナつけ、なのでやっぱお肉とかも食べておかないとですね、うん、で北海道はそうです、海鮮丼、ラーメンとかもですか。あ、味噌ラーメンですか。あ、味噌ラーメンか、味噌ラーメン、うん、あ、ジンギスカンとか、そう、もう北海道って美味しいものだらけなんですよね、うん、白い恋人買ってきてね、もちろん買います。でも北海道のお土産ってどれ買ってもなんか正解な感じがします。あ、そうですね、どれも美味しいし、まあね、白い恋人選んだらもうもちろん美味しいんですけれども、うん、あ、ロイズ、うん、正解です。うん、ロイズのね、美味しいですよね、うん、そう、お土産よろしくってきてますが、まあ、お土産話はもちろん持ってきますけれども、はい、あ、六花亭のバターサンド、美味しい、めっちゃ美味しいですよね。いやー、もう北海道ってすごいですね、そう思えば。どこ行っても美味しいものがあります。あ、ルタオのチーズケーキ、私 もう実際に小樽行った時に食べたんですけども、もう格別でしたね。もうまずお土産もいっぱい買っちゃいました夢が広がる。いや、もう、ね、それも楽しみです。もうそれまた別の楽しみになりますが、食べ物、やっぱ北海道に行くからにはシートゥーサミットも楽しみますし、まあ、その場所も、まあ、楽しみながら頑張りたいなと思いますいや、それだけが楽しみじゃないですよ。シートゥーサミット、初めて参加ということでやっぱり頑張りたいですし、はい、楽しんでいきたいと思っています、はい、あいりさんも確かこの間北海道行ってましたね、うん、そうなんですよ。いやー、まあ、あともうちょっとということで、ちょっとそれも緊張しますけどね、まあ、その前にあさって山の日ですからね。今年からですよね、山の日。そう、今年から休日で、祝日か、山の日ができましたので11日です。それがあることによってあれですよね、まあ、今週末のお盆が取りやすくなるってことですよね、うん、なんか連休が取りやすくなるみたいです。はい、そうそうなんですよ、お盆ですよは、ね、皆さんお休みなのでどっか行くよって方もいるかもしれない。うん、有給取りまくったって方がいます金曜日有給取った、おってことは4連休ぐらい。木曜日が山ですよね、山の日、金曜日、土日、お4連休は取れそうですかね。お盆休みは何日ぐらいからだろう。13から16が休みなんだ。あ、ってことは金取ったら11、12、13、14、15、16、 6連休ぐらい。あ、いいな皆さんどっか行きますか今普通の心の声がボッと今出ましたうん、お盆休みってでも本当に混むんですよね。もうどこ行っても混みに混みまくって、はい、そうですね、私も、うん、そうですね、私はソライブにいるかと思うんですけど、うん、そう、大阪に行くのも一苦労だった記憶があります。新幹線 もう飛行機もバスもどこ行ってもね、混みますけれども、どこ行きたいですか、夏、この夏8月。そうですね、私もまだ今予定は未定なんですけど北海道、まあ、北海道は行くんですけどね、うん、あ、広島の離島でバーベキューやる予定。かっこいいな、なんか広島の離島でバーベキューって言ってみたいですねそう言ってみたい、うん、あ、オリンピック見る。いや、もう本当今オリンピック中ですよ。皆さん見てますか、オリンピック。もう私、家にいるとき結構オリンピックのチャンネルに変えて見てます。オリンピックか高校野球か見てます、はい、そう、体操、そう、優勝しました。見ました、私もね、ニュースでもたくさんやってますけど、金取りましたね。いやー、来ましたね。今でも結構金と銅が多いのかな、今銅、金と銅が今のところ多いのかなと思うんですけど、金も3個ぐらい、
水泳とあと柔道でしたっけ取ってるみたい。そう、銀がまだないんですよね。はい、そうなんですよ。いやまだでも始まったばかりでまだまだ競技続きますからね。いやそうですね、と私そうだな、でも水泳結構水泳私見ますこれからメドレーとかもありますからね。うん、そうそうそう。あとはそうだな、あ、馬術とか、あ、そうか、馬術とかもありますね、確かに。なんかシンクロとかもありますか。そう、体操、でも体操も私やってたので、体操結構見てますね。金も取りましたしね。個人種目とかもちょっと気になります。うん。射撃とかもあるのか。すごいですね。あ、クレー射撃か。うん。あ、カヌーもある。あ、そっか。いや結構私も知らない競技も結構ありましたが、射撃とかも気になりますね。うん、どんな感じなんだろう。ゴルフもあるのか。ヨットもあったっけ。ボクシング、うん、いやー楽しみですね。4年、そう、4年後は東京ですからね。東京ですよ。もしかしたら幕張でもあるかもしれないですよ。メッセがありますからね。うん、パン食い競争はさすがにないと思うけど、それは多分、ね、あの競技追加されないと思うんですけどいやオリンピックイヤー盛り上がりそうですね、この夏は。うん、ちょっと見てるだけでそわそわしちゃいます、うん、番組やってる時はどうなんだろうとちょっと気になったりしますけどねハワ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 、うん、そうですね、そわそわしますハワハワあ、ホカノンさんが言ってるんですかそっか、そうですね、私はハワハワはそうだな、ちょっとしないかもしれないですね。そわそわはしますはい、そうですね、しない派、はいパクパクもしないですねなんかそうですね、はい、まあ、そんなオリンピックのお話をしつつですが、なんだっけ、何の話してましたっけ。オリンピックとお盆だ、お盆の話でしたね。そうそうそう、お盆何しますかっていう話でした。夏でもまだ8月もでも言ってる間にあと20日ぐらいで終わっちゃうんですね、まあ、まだあるけど海も行くならお盆までって言いますよね。お盆後になってくるとクラゲが増えるから、お盆後はダメですね。それまでに行っておかないと。ちょっと今年は私行けなさそうですが、そう、クラゲに刺されちゃちょっとね辛いので、晴れますね。晴れるし痛いしちょっとやだな。あ、スイカも食べたいですね。アカネはガチで泳いでそうってきてますがいや、あの海水浴海行ってもあのガチで泳がないですね私。ガチであんまり泳いでなくないですか。泳ぎますか、泳ぐか、あ、泳ぐか、え、クロールとかしますか登坂さんはクロールするみたいですバタフライしてそう。私一応海に行ったらあの浮かぶ系が多いですあのそうですね、まあ、それこそ普通に浮き輪に乗っかったりするだけです浮かぶ系それだけなんですけど、海に浮かんで、はあ、楽しいなってなるそんな感じですよ海の中、そうですね、海に入っているのもそうですし、その客観的にこうパラソルの下にいる
いて海を眺めるのも結構好きですけどね。リラックスしながら海の音聞きながら。そうですねそれだけ言うとちょっとセレブっぽいですが、全然セレブじゃないんですけどね普通に、はい、そんな感じです。あ、バーベキューもいいですね。海に行ってバーベキューってやったことないかも。でもない。やりたい、やりたいけどできなさそうだなうーん、あ、エビとか焼いて、魚とか焼いて、なんかその時に釣ってきたやつとかやりたいですね。ちょい、ね、槍とかでこう違うか本格的か急に本格になりましたね。槍とかで取ってきたやつをちょっと取ったどうってちょっとやってみたくないですかワイルドすぎるか。ワイルドだね、急に変わったじゃないか。槍じゃないか、森かなんかついて槍じゃないですか。森ですね。そう、場所間違えましたね。森ですね森ですいて、はい、やっぱその時にこう新鮮なものはやっぱ違うかなと思うので、しかもこう自分で取ってきたやつってやっぱり美味しさがまた格別になるかなと思うのでいいなと思いましたはい、あゆの塩焼き美味しいですよね。あゆ、うん、まあ、はちょっと森、そうですね、川で釣ったことはありますけどね、森ではやらなかったな、はい、いやちょっと夏って楽しみがちょっとで、いろんなところで楽しめますね。海もそうですし、まあ、山もそうですけど川もそうですね。あゆは手づかみで取れる、手づかみで行きます、行ける、行けるかな。手づかみさすがに私無理だったな、うん、そうですねでもあゆ塩焼きも美味しいけど唐揚げも美味しかったです。昔あの私の実家、まあ、田舎が三重にあったんですけど、そこで小さい時あゆ釣り毎年するのが恒例でした。家族で行ってあゆ取りして、それをその場で焼くか揚げてもらうか、それが楽しみでした。毎年のこのお盆休みかな、確かお盆休みの時に家族で三重の田舎に行くっていうのが決まってました。本当に山の山で本当に何もなくて、コンビニもなくって、なんだろう、何もないですあの駅の終着駅で、あのワンマン列車、本当にその場所が何もなかったんですよ、私の田舎が、はい、田舎の田舎でした。なので村がつくところですね、はいはい、そうそうそう、なのでそうですねだから、はい、それがまた新鮮で楽しかったです。なのでこう自然を味わえるような、それが好きでしたねはいいや三重が何もないって言ってないです。私のその場所が特にあの自然を楽しむのにぴったりな場所でした。なので自由研究とかもそこに行ってやるっていうのをやってましたね。そうそうそう、自然の、まあ、小さい時は虫も行けたので、こう観察したりセミ取りしたり、そういうのが楽しみでした。はい、1年に1回の楽しみだったんですけどね、はい、そうです、私はそういうのもやってましたが、まあ、夏休み中ですからね今。学生の方は、まあ、大学生とかまだ9月に入っても夏休みかなと思うんですけど、小学生中学生は、まあ、8月中ですよね。夏休みはやっぱり夏休みの宿題に今追われてるって方も多いんじゃないですか。まだ追われてないか、最終週ぐらいに追われる感じですかねまだか、最終週で、最終日に追われるのか、最終日に追われてたらさすがに大丈夫かなって感じですが、うん、ね、大丈夫、最終日にやれば大丈夫、本当ですか。私は逆に初日に
まあ、初日というかまあ最初の方に感度軽度を終わらせてなんか難しい読書感想文とか自由研究とか、まあ、そういうのをちょっと時間かけてやる感じでしたね。あと貯金箱とか結構私力入れて作ってました。貯金箱入賞するために頑張ってました。そうそう、何回か入賞して、そして貯金箱あった、そうそう、全国貯金箱コンクールみたいなやつあった、確か、懐かしい。そうそう、入賞とかあるんですよ、あれ。賞取ったら賞状とかもらえるのでそう、だから私なんか仕掛けを作って、ここなるようにとか、そうペットボトルとか、そう凝ったやつを作ってましたそう、貯金箱と読書感想文を入賞するために頑張ってましたそう、そう仕掛け、そうですね、どんな仕掛け作ってたかな。なんかこうお金入れて、こういろんなところからこう出てくるとか、あとなんかなんだろう、私がなんかイルカのなんか作った気がしますね、ペットボトルでなんか飛んでるやつとか、そうなんかこのあったんですよ、本格的に。ピタゴラスイッチまではできないんですけど、貯金箱なのでえ、関西だけなんですか貯金箱作るの。そうでもないですよね。ありました、あった、登坂さんもあったみたいです。やっぱ関東もありました、はいはい、そうそうそう、本格的にやっぱやるからにはちゃんとやりたいなと思ってやってました。うん、関西でもやったことない、嘘。あ、でも作っても作らなくてもどっちでもよかったかな。あ、代わりに絵を描いて、工作か、うん、工作か貯金箱作るかでしたっけ、なんかそんな感じでしたねそうそうそうと、私はなんか毎年貯金箱派でした毎年なのそう、毎年1年生からもずっと作ってたと思います。3年生で入賞して、入賞したからもうちょっと来年も取りたいみたいな、もうそこから本気になってやってましたねはい、そう、それが結構夏休みの思い出になっておりますはい、そうですね、うん、いや、それが楽しかったです。逆にこうやるのが楽しかったです。読書感想文も、そう、読書感想文もだから、そう、入賞したかったのでそう、入賞したんですけどね、一回そう、本気でもう結構もう1ヶ月ぐらいかけて、かなり読み込んでからの書いてやってましたね、はい、やっぱやるからには賞を取っていきたいなというところがあったんですよもう小学生なんですけどね、はい、そうちゃんとやってましたねはいはい、ちょっと、まあ、夏休み私の中で、そう、貯金箱を作るのと読書感想文をやるのっていうのが小学生ではそうでした、まあ、あとはラジオ体操とかですかね。ラジオ体操、ラジオ体操は弟連れて結構毎日皆勤賞狙って、皆勤賞で行くとなんか最後の最後になんかもらえたりするんですよね、お菓子が豪華だったりもらえるんですよ。弟犠牲じゃないですよ、弟もやっぱりあのその時も小学生とかなので一緒に集めていきますよ、もちろん犠牲にはしないですはい、そんな感じでした。いや、楽しかったですよね。私なんか前半が7月が公園で8月が学校でみたいな感じでした。なんだろう、なんか前半と後半があったんですよね。そうだから7月の後半となんか8月の前半はなくって、8月の後半からまたお盆休み明けぐらいから小学校で開催みたいな感じでした。そう、6時半ぐらいですよね、あれ。そう、結構子供時代ちょっと早いなと思いながらもう頑張って早起きして、そっからの なんだろうな、あの夏のプール講習みたいな学校であったので行ってバスケしてみたいな記憶があります。そう思ってると早いな、ついこの間な気がしますけどね。そう、学校のプールありましたよね。あれなんで行ってたんだろう。あれなんだろうな。そう、プール開放。
そう、行っても行かなくてもどっちでもよかったのかな。なんかあでも行かないと行かない日とかもあったと思います。うん、とか小学校の時はそんな感じでした。まあ、あとはずっとバスケやってましたね夏休みに大会とかやっぱりあるのでそうそうだから小学校の時はあんまりこう、まあ、小学校なのでどこにこう友達とどっか行くとかあんまなかったんですけどねはい、そう、はい、そんな思い出があります。小学生に戻りたい。自由でしたよね、まあ、何かと、うん、何かと自由でした、うん、でも小学生より大学生の方が自由だなって今のところ思ってますけどね。自由な時間は多かったですねはい、夏の思い出もいろいろありますが皆さんそれぞれ楽しんでいただきたいと思います。まだ8月もまあ始まったばっかりではありますからね。まだ20日あります、はい、皆さんまたお話できたらなと思います。そうしてる間に今時間がですね10時44分なりましたので、そろそろ明日の天気ですか、見ていきますか。はい、それじゃあ明日の天気をここからは見ていきたいと思います。早いですか？いやでも45分なんですよ。もうすぐ寝頃さんが来ないといけないので今そこで待機してるのでじゃあ天気いきます。あ、立ちます、立ちます、よし立ちました。あれ、カーテン、あーカーテンですね、カーテンいきます。よいしょよいしょ、あれ引っかかってしまった。こんな感じですか？はい、それでは明日の天気見ていきましょう。はい、それでは明日のポイント解説いきたいと思います。明日も各地で日差しが届いて真夏の暑い空気に包まれます。明日はですねまた危険な暑さとなるところも多く35度超えるところもありそうですね。しっかりと水分補給塩分補給なさってください。熱中症に気をつけてお過ごしください。では次行きましょう。はい、晴れるところ多いんですけれども湿った空気が入ってくるといったところ、関東あと東北北海道ですね、この辺りでは薄雲が広がりやすくなりそうです。ただ薄雲越しから届く日差しは強くなりそうですね。なので油断せずに帽子や日傘を使って、日を避けるようにしてください。こちらも熱中症やはり注意ですね。では最後行きましょう。はい、全国的に晴れるんですけれども午後は山沿い中心に急な雨に注意が必要です。こういったもくもくした雲が現れたら急な雨を降らせる可能性があります。ゲリラ雷雨に気をつけてお過ごしください。以上明日のポイント解説でした。それではウェザーロイド愛理ちゃんお願いします。こんばんは。8月9日火曜日、ウェザーロイドタイプ A 愛理です。気になる明日の天気を見ていきましょう。それでは明日の全国の天気です。全国的に晴れるところが多くなりそうです。はじめに西日本です。大阪、広島は晴れて厳しい暑さとなりそうです。松江は晴れの一日になりそうです。高知は
時折雲が広がりますが、晴れる時間が多く厳しい暑さになりそうです。松山、福岡は晴れて暑さが厳しくなります。宮崎は晴れますが雲の広がる時間もあります。鹿児島は晴れますが雲の広がる時間が増えてきそうです。那覇は晴れますが雲の広がる時間もあります。続いて東日本です。東京は晴れますが雲の広がる時間もあります。名古屋は時折雲が広がりますが晴れる時間が多く暑さが厳しくなります。静岡は晴れますが雲の広がる時間もあります。甲府は時折雲が広がりますが晴れる時間が多く暑さが厳しくなります。長野、金沢、新潟は晴れますが雲の広がる時間もあります。宇都宮は時々雲が出ますが晴れる時間が多くなります。次に北日本です。仙台、盛岡は晴れますが雲の広がる時間もあります。秋田は雲が多いですがだんだん晴れる時間も出てきます。青森、札幌は晴れますが雲の広がる時間もあります。函館、旭川、釧路は時々雲が出ますが晴れる時間が多くなります。変わって西日本の週間予報です。この期間各地とも晴れる日が多くなりそうです。おしまいに東日本のこの先1週間の天気です。この期間各地とも晴れる日が多くなりそうです。天気も確認したことですし、これでぐっすり眠れそうですね。おやすみなさい。こんにちは。寝てらっしゃ…おー、びっくりした。ということで、こんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。来ちゃいました。お元気ですか？元気です。初めてですね、藤岡さんとニコ生。あ、そうです。そうなの？そうですよね、はい、そうです。前回村田さんからの3ヶ月空いてるので。そうですよね。その間に寝頃さんにこうシフトしてたみたいですね。そうです、そうです。あの、ちょっと入れ替えがありまして。あ、入れ替えがあったんですか。はい、村田さんがもう、はい、ちょっと体力的に辛いってことで。あ、はい、はい、あの、私が、はい、やらせていただくことになりまして。おかげさまでね。こうやって藤岡さんと番組をやる機会を与えていただいて非常にありがたいですね。そうですね、なかなかないですね。はい、今ちょっと震度4の地震があったようですね。はい、はい、詳しくはあの第一チャンネルの方、はい、見ていただければ、そちらでね、今解説をしておりますので、はい、ご覧ください。何ですか？どうしたんですか？いや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 。なんかお疲れですね。お疲れですね。そうですね。お疲れです。まあ、あの空白が終わって。いや、もうちょっと若干空白ロスでして、うん、もう今何にもやる気にならないです。もうずーっと心の中ではこんな感じなんですよ、今。はい。こんな。あら、こんな感じですよ。じゃあそんな感じで1時間いきますか？はい、行きましょう。このまま行きましょう。そんな感じでいきます。こんな感じで行きましょう。藤岡さんもだからこんな感じになったらいいんですよ。はい、ええー。ちょっとこう緩い感じでこう。あ、そうそう、いいじゃないですか、いいじゃないですか。そういう感じで、そういう感じで。いいんですか？いいです、いいです。行きましょう、行きましょう。大丈夫です、たまにはね。
腹筋ですか、腹筋ですか、腹筋ですか、不倫って何もしてないけどどういうあれなの。これ気持ちいいですね。これいいですよね。なんか寝ちゃいそうですね。僕だから寝るときこうね、これね、わざわざ、ね、箱から出して寝てるんですよ。そうなんですか。これ使ってるんですか。はい、使ってます。この前写真送られてきましたよ。寝頃さんが寝てます。そうなんですか。ちゃんとこれ直されてるのに、そこから出してですか。そうです。だからちゃんと寝た後は、僕ちゃんと戻してますよ。バレないように。バレないように。バレてるから。バレてた、バレてたみたいですよ。結構あれらしいですよ。はい、写真が届くらしいですよ。え？トサカのところに。誰かが撮ってですか。スタッフからの連絡が出てました。寝てました。いいよね、せっかくあるんだからね。まあまあそうですけど。そうですよ、うん、これ以外使い道ないんだから有意に使ってますよ、ね、ちょっとその合間でね、はい、ご飯食べた後とかに仮眠取りたい時あるじゃないですか、はい、10分15分、はい、そういう時にこれ出すとすげえ快適なんですよ。うん、わかりますね。一気にね3時間ぐらい寝れちゃう。寝すぎ。でもまあこれはぐっすり寝れますね。ぐっすりも深い眠りに入っちゃうんでね、はい、うん、そうですね。これいいです。この間あの寝てるで思い出したんですけど、はい、もうこれあのうちですね今あの、はい、カブトムシ飼ってるんですよ。あ、お子さんが。そう、子供が、はい、まあ、なんか飼いたいって言い出して、はいはい、突然、はい、どこで学んできたのか知らないんですけど突然、はい、カブトムシを飼いたいって言い出して、はい、こう1ヶ月ぐらい飼ってるんですけど、はい、もう夜半端じゃなくうるさいんですよ。え、なんか昼はもう寝てるんですよ。あ、夜行性。夜行性です。夜です。夜基本的に動くんですけど、はい、夜あの、まあ、狭いね、その、はい、なんていうんですかね、虫かごに、そんな大きくない虫かごにオスとメスを入れてたんですよ、はい、でメスはもうちょっとね今亡くなってしまったんですけれども、はい、オスがまだ生きてるんですよ。ほうほう。なんですけどもうオスがね、はい、夜めっちゃ暴れるんですよ、その虫かごの中で、はい、ガサガサしてるのか。そう、なんか透明の、はい、あれなんですけど、そこの外に向かってめっちゃ歩こうとしてるんですよ、はいはい、こうやって。あ、してましただからこういうプラスチックのあれに向かってこうやって顔をこう、はい、くっつけてこうやってやってんですよ。はい、もうすっごいこうやって暴れてて、はい、でもうなんかいろんなとこやりこう暴れまくるから自分でひっくり返るんですよ、パタでそのままぐしこんななってなんかに引っ掛けてこう無理やりまた起き上がったりするんですよ。はい、あ、なんかそれ私も小さい時、カブトムシいたからなんかそれ見たことある気がする。裏返ってましたね。そうなんですよ。で、はい、なんかね出て行こうとして、あ、やっぱ外に出たいんですね。そう、飛ぶんですよ、その中でカゴの中で飛んでるんですか。ババ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 バってすっごいやってるんですよ。うわすげえなーと思って、はい、でもこれなんかもう本当になんか逃がしてやりたくなるんですよ、心境的には。ちょっとかわいそうな感じもしますけど。そうだけど、まあ息子的にはね、やっぱちょっと大事に毎朝餌を、ね、うん、自分で変えてるんで、うん、まあちょっとかわいそうだから、まあまあなんかどっちの気持ちを組めばいいのかなみたいな感じでね、うん、はい、で、ある時僕が夜家帰ると大体カブトムシ外に出て暴れてるんですよ、もうすでに、はい、もう暴れまくってるんですよでもさすがに、はい、でそんなに寿命が長くないって聞いてたんで、はい、まあさすがにね、もうそろそろあれかなと思ってたんですよ。そしたらこの間家帰ったら、はい、夜家帰ったんですけど、うん、全くカブトムシ動いてないんですよ。外には出てきてるんですけど、はい、で、あのなんかゼリーみたいな、あ、ゼリー食べますよね、あるじゃないですか、はい、であれをこう食べ、最初食べてたんですよ、多分、はい、食べてて、で、そのゼリーは横になって、はいはいはい、でカブトムシがもう半分以上顔がその中に入ってる状態で、そのまま全く動かない状態になってたんですよ。そう、だから、あ、そうか、もうちょっとね、最後その餌を食べながら、うん、あ、そうか、なくなったんだと思って、はい、あ、まあちょっと、まあでもさすがにね、こう自分が今やっちゃうと子供にやっぱちゃんと最後その命の大切さみたいなのを知ってもらうために、なくなったんだよみたいなのをちゃんと最後見て、でちゃんと埋めるっていうところまでやろうと思ったんですよ、はい、そしたら、あ、で奥さんに送っといたんですよ、はい、ちょっとオスももうダメかも、うん、もうちょっと死んじゃったかもみたいなのを送ったんですよ、はい、で、あ、まあそうじゃもうしょうがないよねっつって、で、まあその日一応僕寝たんですよ、うん、そしたら次の日嫁から生きてたよって言われて、うん、と思って見たんですよそしたらめっちゃ元気に復活してていや、はい、動物飼い主に似るっていうじゃないですか、はい、だから多分カブトムシ、はい、ゼリー食いながら寝落ちしたんですよ
ゼリーの中に顔突っ込んだままそのまま寝落ちして、なんでそのまま一切動かなくなってびっくりしちゃって、どうしちゃったんだろう、そういうとこも僕に似るんだって。寝落ち、カブトムシも寝落ちするの、寝落ちするんだ、飯食いながら寝落ちするんだって、もうね、今めっちゃ元気っすよ、はい、いや、よかったですけど、びっくりして、はいそんなことあんのと思って、はい、だってもう死んでると思うじゃん、夜中にゼリーに顔突っ込んで全く動かないこの状態、まあ、はい、もう腹いっぱい食って寝たんだよね。眠たくなっちゃったんですね。もうすごいびっくりしちゃって、あーと、いや、よかったよかった、いや本当ね、はい、まあ、おかげさまで元気で、はい、もう今もう毎晩暴れてますよ、ブワーブワーブワーっつって羽ばたいてますよ。あら、いや、よかったですね、元気で。いや本当よかった。だからまあそれでね、はい、あのそういうなんか何の話したか忘れちゃいました。なんでカブトムシだったっけ忘れちゃいました。寝落ちか、あ、ここで寝るからね、はい、そう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 、寝るで思い出したんです。僕もだからね、だいたいここで一応ね、あのちゃんと仕事もしようと思って、はい、iPad みたいなタブレットを持ってこれを引いて、うん、こうやってメールとかを見るんですよ、うん、そうすると大体そのまま寝落ちじゃないですか。そうですね、そう、そうするとはって気づいたら3時間後なんですよ、はい、でまたね、あのここで寝るとね、何が辛いって、はい、あの大体ここね、どこ行っても冷房がね直で当たってるんですよ。あ、そっか、そうですね、起きるとね、あの分かります、あの喉がカラッカラになって起きる感じ、分かります、あのすっげえ苦しくて、はい、咳何回しても復活しないやつ、大体あれで目が覚めるんですよ。だから怖い、寝起きに会いたくないですね。ああいう喉がもうカッサカサになってる、はい、あれでね起きるのがここのシースターの難点。まあ確かにクーラーつけて寝ちゃったらそうなりますよね。そうなんですよ、うん、それがね、はい、ここがねあれなんで、じゃあ寝るなよしょうがないんだもん、眠いんだ。はい、まあ、寝ちゃったらそうですね、寝ちゃうよね、うん、そうで、この間はもう久しぶりに、はい、あの空くんの前ね、はい、多分準備で結構疲れてたと思うんですよ。でもう僕あんまり朝起きないから、はい、奥さんがもう怒って僕を起こす時にめっちゃ蹴ってきたんですよ、ガッガッ、はい、でなんかすっげえ蹴られてるとは思ったんですよ、うん、寝ながらで、すっげえ蹴られてるってドーンって蹴られた時にハーって起きたんですよ。そしたらゆでるピャーって汚い僕もさすがに、はい、はっはっってなって、はい、嫁もさすがにはよだれすごいみたいな感じでもうなんかねお互いはっていう感じになってしまってですね、はい、もうなんか汚い寝るときはやっぱ注意しなきゃいけないなって思いました、はい、口開けてるの。まあそうだね、めっちゃこうなんか、でもあれ、まあ、多分女性はねそんなないのかもしれないですけど、はい、寝てて鼻血が出そうとかよだれが出てるとかで起きるときありません？鼻血ですか？鼻血ないですか？それはないですね。あるんですよ僕。鼻血出てるんですか？鼻血が、あ、やばい、鼻血出そうって目が覚める。あります？あります、あります、よだれもありますよ。よだれはちょっとわかるけど、あ、よだれ出そうっつって。鼻血出そうってありますか？あります、あります、あります。夜寝てる間に鼻血が出るパターン、僕結構ここの粘膜が弱くて、はい、中の拍子にすぐ出ちゃうんですよ、鼻血が。あ、そうなんですか？昔だってラグビーの試合中に、うん、両方から鼻バーッ出ましたもん。両方から鼻がブワーッ出るじゃないですか。で、あれラグビーって流血すると一回退場しなきゃいけないんですよ。はいはいはい。で、止血のために流血する。だから鼻血ぐらいだと別にティッシュ詰めるだけなんですよ、はい、ただ両方の鼻にティッシュ詰めるんですよ、はい、めっちゃ苦しいし、スクラム組むと相手の顔をパッて見た時に相手がクッて笑いとかこいつ両方に詰めてやがるみたいな戦略、うん、そういうのがあるぐらい僕鼻弱いんですよ、はい、だから結構ね敏感で、はい、夜あの鼻血で、そんな時に結構ハッて起きる。起きないですか？起きないです。あと自分のいびき、いびきかかなそうですね。かかないと思う。藤岡さん寝る時めっちゃ静かに寝てそうですよね。いや、でも私喋ってるみたいな喋るって。あ、寝言が多いんだ、はい、なんか親が、親がいくさん、声が聞こえたみたいななんか話してたっていうのは聞いたことあります。全然自分では何も分かんないんですけど、な、会話みたいな。
か誰と分かんないです。誰と会話してるの？なんか喋ってたって。それ何、例えば親から教えてもらわないですかそれ。あのどんな話、何話してた、なんか言ってるけどよく分かんないけどなんか喋ってるみたいな。でも自分では全然覚えてないの。あんまり、あ、それは、いや覚えてたら危ないですそう、でも寝言で目覚めるとかあんまないです、うん、ないですか。はい、あ僕結構ありますよ。ありますか。寝言もあるし、はい、いびきもあります。あの、はあ、いびきはね結構眠りが浅い時にあります、はい、例えばソファーでうっかり寝ちゃった時に、はい、あの自分のいびきで起きるとか、はあ、多分ソファーとかだと眠りが浅いんですよね。ああ、まあそうですよね。そう、あともう一個寝言で起きたことがあるのは、これもうすっごい恥ずかしい話なんですけど、電車で昔こうやって寝てたんですよ、はい、で結構部活のね高校生ぐらいの時ですよ、はい、部活の時に疲れてこうやって寝てて、でこうやってこう多分ね自分が寝てたことを気づいてないんですよ。あ、いつの間にか寝ちゃってて、そういつから寝ててこうやって寝てて、はい、だからもうすごいシームレスに夢の世界に入ってるんですよ、うん、自分が寝たことに気づいてないから。で夢の中ですごいその部活終わった後だからそのシャワーを浴びる夢を見てたんですよ。でこうやってこうずっとこうなってて、うん、で自分の中ではすごいシームレスに来たからこの中で夢のがリアルだと思ってるんですよ。だからすごいこう体洗ったりとかなんかこうやってやってて、でなんかの時にきっと誰かがシャンプー片付けるよみたいなことを言ったんですよ多分ね。シャンプー片付けるよ、うん、だからみんなでこうシャンプーって結構誰かのシャンプーっていうよりは、はい、あ一人一人が個人の持ってるっていうよりは、はい、多分そのなんか部活でのシャンプーみたいなのがある、うんうん、はい、だからこのまま俺まだシャンプーしてないって言ったんですよでそれで僕はって冷めて、はい、あれ俺今何言ったと思って、しかもはって目覚めたらめっちゃ電車じゃないですか、はい、で向かいの人とめっちゃ目合うんですよ。気まずい、あれと思ってあ俺だ向こうもびっくりしたと思うんですよ向かいの人も。昔東海道線ってボックス列車だったんですよ、はい、旅行の、はい、距離的にはもうこれぐらいの近さですよこれぐらいの近さでいきなりシャンプーしてないとか言い出したもんだから、はい、目の前の人パーってなったんです、はい、パッてやった時にお互いめっちゃ目合って、はい、あなんか言いましたみたいなお互いそういう空気いやいや言ってないお前が言ったよみたいな、はい、なんかそういうのをこうアイコンタクトですごいやったっていうのを覚えてます気まずい気まずいでしょ、はい、で寝言で起きるって相当恥ずかしい。家だったらいいんですけど、はい、電車とかねそういうところはねめちゃくちゃねびっくりして恥ずかしいんですよ。そうですよね、そうシャンプーしてないって言って、いやーほんとね電車で寝言ありますよね。自分じゃなくてもね、はい、そういう人のやつを聞くと微笑ましい感じがします。まあまあそうですね、すっげー気持ちわかるでその人の起きた反応を結構見たいんですよ。どういう感じなんだろう寝言で起きちゃった人は。そうですね、そう、相当恥ずかしくないですか。だからみんなね大体ね、はい、僕結構見た結果、はい、傾向的には、はい、多分ね起きてるんですよ寝言言って起きてるんですけど一切顔上げないんですそうもう寝たふりなんですよ、はい、絶対起きてるんですよ一回だって一、はい、回顔を上げようとしてるんですよ、はい、なんか寝言言いながら顔あがみたいな気づいたんですよ多分どっかでね、はい、もうそうするしかないでしょうね。そうそうそう、だからもう起きちゃったらもうそうだからもうね寝言だよって通すみたいな、はい、もうもうそれで通すみたいな、そうですね、一時流行った流行語みたいな感じで多分やるんですよもうずっと乗ってられないですもんね。もうさすがにね起きちゃったらきついからね、うん、そうですね、確かにそうだ。それでねちょっとね、はい、あったんですよ、うん、まあだからね寝るっていうのはね、はい、結構なんかリスクを伴うどこで公の場で寝るっていうのは、はい、でも寝ちゃうんですよね、うん、これが気持ちよすぎて、まあ、これは、まあ、これは分かります。そうだ一応ね僕気使って赤はこうやって人が直接座ってるじゃない今、はい、だからなるべく青で寝るようにしてるんですよこの下青なんですよ、はい、これ2段重なってるんですよ同じものが。そうそうです、ね、赤と青がね、はい、だから青で寝るようにしてるんですよ。青で寝てるんですか。そう最近は全部青だ。あ最近青はじゃあ使わないんだ最近。下なんですね。そう下に台座だから、はいはいはい、だからここあ、じゃあ青で寝るようにしてるんです。じゃあこれは綺麗なんです。これ綺麗ですで青は多少よだれが垂れても、はい、まあそんなにね目立たないじゃないですか、はい、うん、赤の上になっちゃうからね、はい、そうなんでなるべく青で寝るようにしてます。うん藤子さんはあんまりなんか外で寝るとかあんまりないんですか、はい、例えば電車とか、はい、なんかねどっかで。あ、はい、電車は全然あります。寝てます。寝るときどうやって寝るタイプですか電車とかで。電車カバンがここに大体あるじゃないですか。はい、普通に
テネマン。このまま寝ちゃうんですか。はい、このもうこう寝てたら横の人にガクっていっちゃうから。はいはい、このままあ、でもずっとこのまま揺れてる。これめっちゃ首痛くなりません？もう起きた時が辛い。あ、そうだよね、そうだよね、はい、めちゃくちゃ痛いっすよね。そう、寝てる時はいいんですけど、はいはいはい、起きる時痛くて起きます。そう、こうあっあっあってなるねなります。なるなる、わかるわかる、はい、山手線3周したこととかあるって。山手線3周はないけど、全然乗り越しとかはしたことあります。最大何周ですか。え、山手線何周はないです。ないですか。環状線はあります。あ、大阪でね、はい、何周ぐらいしました。何周、1周とかはしました。3周はしないけど。あ、僕ね、最大2周半ですねそれ気づかないんですか。気づかないです、一切。それあ、いやでもね、はい、途中で気づくんですよ、やっぱり、はい、それでも2周してるってなんでわかるんですか。あの、合間合間で起きるんですよ、やっぱり。降りなきゃいけないっていう駅があるじゃないですか、はい、だから僕は昔そのアルバイトを品川でやってて、はい、で大学が新宿経由で乗り換えだったんですよ、はい、なん で朝早かったんですよ。だからこれは一周山手線で寝て、はい、で新宿に行けばちょうどいいと思って、はい、そこで寝たんですよ。もうお酒も入ってて、はい、で、あの山手線でこうやってまず寝るじゃないですか。品川で乗ってこうやって寝るじゃないですか、うん、でまあ、一周はね絶対するつもりだったから、まあいいやと思って。だからこれでも寝てて、はい、でだいたいまあ一回品川で乗って、はい、確か最初、はい、渋谷で起きたんですよ。だから渋谷の時にはもう一周した後の渋谷なんですよ。結構寝てますね。そうだから55分だから多分ね1時間ぐらい寝てるんですよ、はい、で寝て、まあ、起きてファッと起きて渋谷、あ、渋谷かまだ、あ、一周ぐらい、あ、まあ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 ちょっとじゃあこれで、でちょうど新宿で降りたいから、はい、じゃあこれで起きて待ってれば、まあじゃあ降りるやと、はい、で、でまあまだ座ってたんですよ。そしたらまあやっぱり寝るわけですよ、そんな人間都合よく起きれないんで、はい、でふわって、ね、寝ちゃったんですよ。で、はっ、あ、じゃあその時東京駅スタートか、2週半だから。で東京駅に乗って、はい、で、渋谷で起きて一周経ってるわけですよ。一周ちょい経ってるわけですよ。あ、違う違う、一周前ですよ。渋谷で起きたら東京駅から、うん、そう、一周前、半周ぐらいして、はい、で起きようっつって、で起きようとしたら新宿で、だから渋谷新宿が3駅ぐらいなんですよ。2駅だったかな。なんで、でまあ、起きてようと思ったらそのまままた寝るわけです。はって、でハッて起きたら今度高田の馬場だったんですよ。あー、やっちまった、新宿越えた。あ、越えたら高田の馬場に、高田の、あー、やっちまった。ハッて起きたら今度東京だったんですよ。あ、やば、帰ってきた。あー、スタートに帰ってきた。あー、でパッて起きたらまた新宿だったんですよ、はい、やべ、降りなきゃっつって、はい、そのままダッシュですよ、はい、グワーッつって。だから大体東京でしょ、はい、東京で一周でしょ、でもう一回行ってでしょ、で最後新宿でパッて起きたから、そんなことあるんですね。あります、あります、全然できますよ。で、できますか。いや意外とね、はい、冬だったんですけど電車あったかくてめっちゃ気持ちいいんですよ。あ、冬はそうですね。そう、めちゃくちゃ気持ちいいんですよ。そんなに2週、2時間以上乗ってるってことですか。2時間半ぐらいですね。時間がもったいな。いやいや、でもお酒で朝の始発とかで5時でもう学校に9時に行かなきゃいけないって時ですよ。あ、始発、もうだ5時6時ぐらいにこうやって、もったいなっすよね。じゃあ5時酔っ払って、じゃあね、はい、飲み会がありました、はい、友達と朝まで飲んでました、はい、ああ仕事行かなきゃなってなるじゃないですか。そのまま、はい、家に帰る時間もないし、うん、もう家遠かったんで、はい、家帰って行ったら間に合わないし、まあでもだったらもう寝るかみたいになるじゃないですか、うん、はい、そういう時どうします。カフェで寝ます。カフェで寝ちゃダメでしょカフェで寝ちゃ、カフェの方が嫌がられるでしょ。なんかマクドとかで、マクドね、ちょっと寝て、うん、電車乗れます。そう、お店で寝ちゃダメよお店で寝ちゃそうですか。だってお店で寝たら、うん、まず店員さんにすっげー迷惑でしょ。まあそうか。で、あとはあの何されるか分かんないですよ。深夜のファミレスとかもめっちゃ怖いっすよ、うん、まあそうですね。もう変なおっさんいっぱい来るし。じゃあカラオケ行きます。一人カラオケ、はい、一人カラオケとかやるんですか。一人か行ったことはないです。でも、うん、その状況になったら行くと思います、うん、あ、カラオケをやるんですか。
あ、カラオケやります。歌います？歌いますよ。何歌うんですか？何歌う？うん、好きな。全然決まってないですけど、私その時に流行ってる歌とか、ドラマよく見るので、ドラマの主題歌とか。え、じゃあ 今は何ですか？今歌うとしたら、今歌うとしたら、うん、月9の歌を歌いたいです。月9って今何でしょ？今何なんだ？今月9、月9の歌、月9の歌今月9、好きな人がいることっていう月9やってるんですけど、はいはい、まあ、そのままの曲名です。誰が歌ってるんですか？あ、元カラのジオンちゃんが歌ってます。 JY。 へー、まだこの間行った時まだ入ってなくて、新しすぎて。あ、そんなこともあるんだ、はい、へー。なんかあれないんですか、例えばのなんかずっとよく聞くアーティストみたいな。私あんまりこだわりがなくて、あ、なんだろう、昔の歌結構好きで、昔のアイドルみたいな昔の、ちょっと待ってくださいね、はい、藤岡さんが言う昔のアイドルってどの辺ですか？あ、松田聖子。あ、相当古いですね、それ相当古いですね全然歌います。あ、よかったです。なんかね、はい、松田聖子さんの歌は結構歌います。今回オーディションにいるじゃないですか。あ、そうですね、赤いスイートピーの。あ、もうめっちゃ歌ってます私。あ、そうなんだ、はい、何で知るのそれは？なんだろう、なんか歌いやすいです今の曲よりも。あ、そうなんだ。私はですけど。でも赤いスイートピーとか、まあね、松田聖子さんだってめちゃめちゃ世代じゃないじゃないですか、はい、あ、全然、はい。何きっかけにそれを知ったの？歌は知ってます。なんかあの、うん、テレビ番組でもやっぱり昔の歌ランキングみたいなのやりますね、よくね。それで聞いて知ってるとか。あ、うん、お母さんが聞いてたとかそういうのはないんですけど。なるほどね。だって僕より全然上の方がですからね、はい、そうですね。あ、そうなんだ、はい、全然、はい。じゃあ、まあ、ニコ生の人はね、はい、多分そんなに、うん、友達いないから多分カラオケに行ったりとかあんまりしないと思うんですけど、はい、例えば男性とカラオケ行って、うん、これ歌われたらちょっとキュンとくるみたいなのってあります？はい、キュンとくる、うん、あ、これ歌われたらちょっと素敵って思っちゃうみたいな。うん、歌であんまりキュンするかな、うん、そうか。藤岡さんはどんな時に男性にってちょっと思ったりするんですか？はって。はって思うことですか？うん、スポーツしてたらいいです。ああ、運動してるのが好きなんだ。はい、ジャージ姿とか。ジャージ姿？あ、結構これ、ここ結構ジャージ姿が多いと思いますよ。家でジャージ姿にトレーナーとか。あの、家とかじゃなくて、やっぱそのジャージ、はい、ジャージで多分コンビニとか行ってると思いますよ。ちょっと違います。そういうことじゃない、はい、行くと思いますよ彼ら普通に。だってそれ以外の服持ってないと思いますし。いや違うんです。違う、それで家で寝てるとかじゃなくて、はいはいはい、それであの運動してないといけないです。あ、でも最近ほら、はい、ジャージにスウェットでポケモン GO やってるかもしれないよ。いや、ポケモン GO はゲームなので。でもほらウォーキングですよ。え、ウォーキングじゃないですよね。メインはポケモン探してますよね違います。あ、そうですか、はい、うん、やめてってってまさか。そうなんですね運動がいいそうですよ。運動が、運動がね、運動はしないと、もちろん。アウトドア、うん、運動して。でもこの間ね、空博行った時に、はい、結構ニコ生で見てますって人に僕声かけられましたよ。そうですね、うん、私もニコ生から来ました。でしょ、うん、結構普通の人多かったですよね。そんなお外怖いそうな人じゃなかったよねまあそうですよ、うん、はい、ちょっと意外とおしゃれだった、うん、偽物なんだ。偽物？偽物？偽物って何？いやでも結構ね、なんかあのすれ違いざまに僕結構いろんなお客さん、もう全然声かけられるとか声かけられないとか関係なしで、すれ違いざまに結構、はい、あこんにちはこんにちはこんにちはとかってずっと挨拶してたんですよ。そしたらこんにちはって言ったら、若い男性の3人組かな、2人組か3人組の人に、はい、あこんにちはって言おうとした時に、僕がこんにちはって言ったら向こうもうなんかちょっと頭下げてくれたんですよ。でパッて顔上げた時にあれみたいな顔されて、あれ、でその後また3度見ぐらいされて、そういうね、多分だから僕のこと分かってる人なんですよ、うん、ほうほう、ニコ生で見てる方なんですよ多分、うん、あ、ニコ生でとかでね、アベマかもしれないけど、はい、
それ考えるとあ、はい、結構若い男性とかも見てるんだなと思って、うんうん、いろんなね、人がね、はい、そうですよ結構ね見てるっていうのが今回分かったっすよ、空白、はい、たくさん、うん、いろんな層の方がね来てくださいました。そう、はい、髪型で気づいたのかな髪型で髪型であって思ったのかな。後ろ姿見ても分かりますよね。僕結構ね、はい、結構でかいんですよ知ってる、ね、汗だけですか。そう横も結構あるんで、うん、ちょ見つけやすいかもしれないですね。そう結構ね大型なんですよ、はい、体型的に、はい、知ってたって来てますよね。そうだから髪型もそうだし、はい、遠目からでも結構分かるみたいで、うん、分かります。私も根頃さん探しててあそこにいるなって分かります。この辺で分かる。この辺で分かる。なんか出てます。なるほど、この髪の毛で多分5センチぐらい稼いでますからね。そうですね。そのあたりがちょっと出てるのがちょっと見えます。ああ見えますか。はい。そうなんですよ。はい、あ今本線出てるそうですよ。ん誰が？このニコ生のこの画面。え嘘。ええ、出ちゃってるんですか。出ちゃってますよ今。あら。なんかやった方がいいんじゃないですか。ん？なんかやった方がいいと思います。なんか？なんか何でもいいですから。なんかやった方がいい。なんかアピール。こっち見てって、こっちにおいでって。こっちにおいで？うん、ソライブじゃなくて、カンタロウ、カンタロウじゃなくてこっち見てって。あ、カンタロウさんが向こうなんですか。そう、ないとカンタロウ。じゃあこっち見てください。こっちおいでーって。こっちです。こっち見てーって。ねえ。じゃあカンタロウならいいやみたいなね。あれカンタロウと番組一緒にやったことあります？はい、カンタロウさんとありますよね。なんだろう、ニコ生でもありましたっけ？ニコ生でもありました。なんかカンタロウはやりにくいって評判なんですけど、はい、どうなんですか実際？やりにくい。あ、キャスターのみんなからですか？キャスターの皆さんから。江川さんとかも本当やりにくいって言ってるんですよ。あ、本当ですか？うん、あ、カンタロウさん、そうですね。藤岡さん的には、うん、まあそうですね。そうですね。優しいね。はっきり、はい、はっきり言うとね、こうちょっとね。まあ、まあやる機会ないですからね。まあそうだね。はい、うん、まあそうだよね。そうだよね、うん。そういうこともあるよね。そういうこともあります。そういうこともあります。これなんかコーナーやるんでしたっけ？コーナー？あ、なんかありますよね。すいませんね、全然関係ない、もうオープニングから全然関係ない話でね。オープニングトーク、うん、今日あるんですよ。一応やっときますか？やります。怖い誰これ？誰これ？これ誰？またこれ？これなんか違う人じゃん、もう。藤岡さんじゃないよね、これ。これ私なんですけど、でも顔の中は。せめて、はい、眉毛も変えてほしいよね。眉毛が違うから、なんか違う人に見えますね、確かに。なんかこういう、あの俳優さんなのかタレントさんなのかいません？はいはい、加藤亮、はいはい、いますね。眉毛が特徴的な方が。眉毛すごい特徴的で、はい、髪短くて、はいはい、おかっぱみたいな、はいはい、似てましたね。確かになんか似てるよね。似てる。そうめっちゃ似てますよね。眉毛がすごいですね。そうこれ前もね、これ出たんですけど、今日もこれやるんですね。はい、探検していきます。これはどうやって探検していくんですか？これは、うん、ニコ生のこのチャットの方にこうどういったおすすめのものがあるかを聞きながら、あ、なるほど、このニコ動の、うん、あの中を探っていく感じです、うん、なるほど。あ、そう、前回ブロマがそうおすすめのこと聞いてたんですよね。なるほど。結構たくさん来た。はい、いくつか見ていく。おすすめの動画を。おすすめの動画を、はい、なるほど。はい。一つ目。絶対に傘を盗まれない。傘を盗まれ激怒した経験をお持ちの全国1000万人の視聴者の皆様へ、本日は絶対に傘を盗まれないためのグリップカバーをご提案します。まずはこちらの傘をご覧ください。
サビも浮いていて非常に盗まれやすそうです。はいはいはい、今日はこの盗まれやすい傘をグリップカバーをつけることで、うん、盗まれない傘へと生まれ変わらせましょう。踏切や工事現場などでよく見かける黄色と黒を組み合わせたカバーに、うん、蜂のお腹や虎の尻尾を連想させるこの色は盗むという行為のリスクを思い出させることでしょう。さらに、暇だね、もう一パターン赤と白の組み合わせもご用意しました。これらの派手な色使いはたくさんの傘の中から瞬時に自分の傘を見分けられるという効果もあります。はい、あまり派手なものは好まないという方にはこちら、自然に溶け込む木のグリップカバーです。この完全な擬態に目を欺かれた盗人は傘があることにも気づかずその場を通り過ぎてしまうでしょう。あ、そういうことですか。こちらは水道の蛇口に化けたのか木のカバーが自然派とすればこちらは都会派です。水道管を引っこ抜いて持っていくような人がいるはずもなく安心して傘立てに置いておきます。緩いですね。確かに気づかないかもしれない。警告や擬態では生ぬるいとお考えの方にはこちら、蛇のグリップカバーです。ほらあれだね、この攻撃的な外観は本能的な恐怖を見せます。編み物をやる人たちのところだね。惜しまな心を持つ者をすごい上手で近寄らせません。手芸部か。蛇では無関係の人にまで恐怖を感じさせてしまうのではないかとご心配の心優しいあなたにはこちらをご用意しました。すごいな。蛇がダメならそう、ネギです。まさか傘立てに刺さったネギを持っていこうなどという人はいないでしょう。確かにネギは持っていこうと思わない。食べ物関連でも、うん、エビフライ、ヘビもネギも今一つならばエビでどうでしょう。なるほどね、うまい。今回はエビフライに仕上げてみました。いや確かに傘には見えないね。傘には見えない。傘には見えない。持っていこうなどという人はいないでしょう。ちょっとびっくりするね。以上、4つの作戦に基づいた7本のグリップカバーのご提案でした。なるほど。皆さんもぜひ個性的なグリップカバーを作り雨の日を楽しくお過ごしください。あー、上澤さんっぽいじゃないですか。すごい、なんか欲しくなってきたってコメントも来てます。僕蛇口が欲しい。蛇口、いいね、蛇口すげーいい。あれ気づかれないですよね。いい、気づくでしょ。気づくか。気づくでしょ。どう考えても気づくでしょ。逆にあれ持ってかれ、あそこだけ持ってかれますよね。あ、そうか。あそこだけ持ってかれますよ。あー、そうか、ね。食べ物いいですね。ネギとかちょっと可愛かったですね。ネギね。エビフライ、これはでもちょっといい、いいですね、うんうん、よかった。面白い、うん、発想がいいですね。傘のグリップカバーってあんまり考えたことなかった、はい、確かに確かに欲しい。そうですね、うん、あったらいいですね。あれいいですね、はい、これはおすすめだわ。いい動画ですわ、うん、よかったです。上澤さんにはおすすめの動画ですね、うん、天気的にもね、はい、いいね。怒られに関係ない。あ、なるほど。これだけね、はい、じゃあ次行きますか。はい、はい、お？トータマって、あ、東方じゃないのか。ゴジラ、ゴジラ&バンコ、コジラ対バンコ、コジラ、コジラってなんだ。なんだなんだ、これ何、技術部的な。コジラか。それっぽい。ああおもうちょっと頑張って潰そうよ。コジラだ。これこれ。うわ、すっげえ。すっげえ、なんか出てきた。すげえすげえ、空撮や。めっちゃ嬉しそうやで、ワンコ。ワンコめっちゃ楽しそうやで。めっちゃ懐いてないですか。もう匂いだからね、犬の判断はね。匂い一緒だから飼い主的、飼い主だって分かっちゃったじゃん。お腹痛い。
ゆるいですね。ゆるいですね。ああ面白い。コジラ乾杯でしたね。はい。藤岡さんこういうの弱いんだ。ああめっちゃ面白かったです。ちょっとシュールな感じのやつが好きです。あシュール系が好きなんですね。はいあいやでもいいですねこれをなんかあの、はい、よく作りましたねこの人ね。そうですね、うん、しかも結構画質良かった、はい、うん、うん、いやいい感じでしたね。あれも自分で作ったのかな、かぶり物もすごいですね。今ちょうど映画もゴジラやってますしね。すごいね、ドンキホーテに売ってる売ってそうだね。あドンキホーテあれあるんですか。何でもありますからドンキさんは。あそうなんだ、ドンキに行けば大体できる。大体揃います。あ僕のサイブスターの衣装は全部ドンキですから。ドンキいやさすがドンキ、さすがです。じゃあ次、はい、お3秒今日はエビフライです。3秒でできる作り方を紹介します。材料はエビ6尾では移動します。これをつけてください。卵はあらかじめ溶いて入れます。小麦粉は入れすぎに注意してください。エビは丁寧にレーンに入れます。あとはボタンを押す。すごい。マジで。すごい。え、すごい、できた。うそ、本当に。おさらいです。ご自宅で行う場合は十分ご注意ください。明日は3秒餃子です。3秒餃子気になる。すげー、餃子見て。餃子見て。包まないといけないですもん ね餃子焼かないといけないし、すごー。いやでも確実に確実にあれエビ生でしょ、確実に絶対焼けてないでしょ。いやでもカリカリそうでしたよ、すごかったですね。いやそれあれ絶対違うでしょ。すごいですね。すごいね、ドコモさんこんな CM 作ってたんだ。えこれは何、技術部。すごいね。餃子もある。あ、餃子もあるんですか。ちょっと見たい。餃子気になる。どうやって包むんだろう。そうですよね。どうやって包んで焼いて。餃子、次餃子です。3秒クッキング。今日は3秒餃子です。材料は豚ひき肉、白菜。塩コショウは少々、ニラとニンニクはお好みで、皮はピンと張ります。ここで具材を混ぜ合わせるんですね。あとはボタンを押すだけ。びっくりした。ついた、ちゃんといけてる。おー、なるほど。ここで。あ、できた。あ、最後ね。エビフライに勝った。すごい。おさらいです。3秒でできるので、忙しい朝などにもおすすめです。この下が重要だ。そうですね、あれないとできない。すごい、餃子の方が早かった。ナポリタン。え、これ本当にドコモさんの CM？ ネット用の CM なのかな。すごいね。最後キャッチして形にしてたんですね。あ、なるほど。あ、そういうことか。そうそう、あのキャッチャーのあそこが餃子のあの形になってたんです。あ、そこまでこうなって、包まれてなかったんだ。そう。あ、それでピュッ。すごいね、本物です、ドコモの。あ、そうなんだ、これ流していいのかい。すごいですね。はあ、すごいね。ああいうの大事だよね。いや、面白いですね。面白いね。はあ、うん、なんか生焼けだと思う。絶対火は入ってないでしょうね。いや、3秒
3秒であの形になるっていうのがすごいですよ、やっぱりね。あの機械すごいですね。続いて、あ、まだ違うパターンあるんですか。お、赤ね、映せよ、ネゴ見たくねえよって来てますよ。映ってます、映ってる、映ってる。だからこう画面隠せばいいね、半分向かって左側の画面をこうなんか紙かなんかで覆っとけばいい。そしたらほら僕映せんない、はい、あ、まあまあそうですけど、せやなってきた。もう隠してるよ、もう隠してる、隠してる。もうさすがね、準備万端ですよ。はい、もう一個ある、あ、もう一個、あ、もう一個3秒、あ、違うわ。中間テストを動画、めっちゃかっこいい、なんか、ね、誰も逃げられない中間テストですよね。古典ってこと。なるほどね。こんなことする暇あったら勉強すればいい。かっこいい、数学。暇ですね。結構時間かかってるよこれ、うん、物理。あ、かっこいい、かっこいいね。この人理系なんだろうね、きっとね。そうですね、科学、地理、日本史、現代社会、世界史。監督は彼女。空間って何よ。あ、地理。無理やり作った感じがするね。まあ、英語か。未知といえば未知だよね。異界といえばね。これ、まあ、そう、絶望、うん、そう、まあ、そうか、ね、うん、しかし、うん、幸福と希望が、うん、かっこいい、かっこいい。耐えられるのは絶望か希望か、それとも、ね、いや、中間、あの中間テストですよね、あのあれですよね、あの中間テストですよね、うん、そうだね、これ作った人中2でしょ多分。高校生すごいな、だから勉強しろと。すっごい壮大な感じでしたよ。いやでもこういうなんかね、こういうのを楽しくするっていうのはいいっすよね、うん、そうですね、うんうん、きっと余裕がある人だと思う、はい、うん、勉強多分ねできると思うよ。いやもう、うん、と相当な賢さが今で伝わりましたけどね、はい。すごいですね、中間テスト、うん、期末じゃないか、中間ですよね。これでもこれ先生作ってたら相当楽しい。先生すげえなってなるよね。そうですよね。うん。じゃあこれ中間テスト始めます。中間テストの日程をなんかシェアするときかなんかに朝のこうなんかミーティングでじゃあはい、まとめましたんで、じゃあ V、 はい、じゃあ V、 あのビデオにまとめてきたからね、今回の試験の注目ポイントこれですって言って、で生徒も注目ポイントって言われたら見るしかないから、そうですよね、うん、何何何、まとめてくれたのと思ったら突然あれ出てきたら、なんやねんって話になるよね。ただの見せたいだけやんってなるよね。いや、めっちゃ面白いですよそれ、やってほしい。時間相場感、ああ面白い。いやいやいや、でも面白いですね。はい、いや、いいですね。先生そんな暇あったら部活もっとちゃんとやってよとか言われちゃうよね。やれちゃうね。いや
白かったな。面白かったね。はい、今後も募集。あ、今後も募集していく。ぜひ皆さん教えてください、面白い動画。ってことはこれ浮上が探検隊はまだ続くってことですね。戦いは続く。誰と誰と誰と戦っていきます。教えてください。誰と戦ってるんですか。誰と戦うんですか。ニコ生にニコ生にちょっと、ね、詳しくならない。そうだね、はい、ニコ生出てる以上はね、ニコ動とかそういうところにも詳しくなりたいからね。そうですね、うん、どういうのがあるか教えていただきたいと思います。今日ので分かったね、あの、はい、シュールなのが好きなんですね。そうです。あ、そう、クソッと笑える感じのが。いやいや爆笑してた。いやいやいや、クソじゃないよ、爆笑でしたよ。ちょっとゴジラ面白かったです。全然クソじゃなかったでしょ。大爆笑だったじゃないですか。ああいうのが好きなんですね。はい、そうです。だからあの藤岡あかね探検隊にね、はい、動画を送っていただく方はああいう系がいいかもしれないですね。はい、お願いします。動物がいいの。動物、まあ、動物も可愛い感じのやつと、うん、あのさっき見たのシュールのやつもいいですし、はいはい、でも最後のやつも結構好きでしたけどね。あの中間テスト、中間テストね、はい、あれいいよね、はい、だってあの中間テストをあれだけ表現できるってすごいですよね。あの中間テストですよね、あれですよね、あの、うん、これだから あのあれ作ってほしいよね、はい、期末テストと、はい、あのセンター試験とか作ってほしい。気になります ね、 ね、それ作ってほしい。センター試験とか大学受験とかなんかね、はい、ちょっと面白そうですよね。、はい、期待しちゃうね。そうですね、うん。はい、いや面白そうですね。他にもまだまだ知らない動画があるかと思うので、はい、皆さんぜひ教えてほしいと思います。ブロマガの方でですね、はい、募集していきます。はい、はい。そんな感じです。以上です。探検隊。あ、探検隊以上なんですね。探検隊以上です。探検隊今日は以上です。なるほど、はい、じゃあ次は、あ、次はこれか、ソラハクの思い出。いきなりですけど。コーナーでも何でもね。ソラハクの思い出です。思い出ですね、はい。これ何、どうやって二人で語るの、思い出を。よろしくお願いします。素材なし。あ、写真もないんですか。あ、写真もない。あ、写真もないです。そうですか、ゆるいですね。はい、なんかあります、思い出。え、さっきちょっと話してたじゃないですか。そうですよ、今回あの藤岡さんは、はい、ゲストトークが初めてだったんですよね。あ、そう、さっきちょっとでも話しました。あ、そのこのニコ生の中で、はい、そう、初めてでした。でも、もう初めてのねゲストトークが、はいはい、気象業界の大御所森田さん。そうですね、もう誰来ても大丈夫だよね。あと世界を股にかけるプラントハンター西畑誠二さんでしょ。そうです、もう誰来ても大丈夫だよこの後。そうですかね、うん、はい、次もうなんか緊張するとしたらもうオバマとかそれぐらいのレベルだよね。なんてちょっとなんかすごいことになったんですよ。だってもう世界を股にかけてる人とね、気象業界の重鎮ですから。でも森田さんの勢いはすごかったですね。森田さんね、もうこういうのもあれですけどね、うん、はい、あの本当にエロ親父ですからね。そうです、どうですか。本当にね、初めてお会いしたんですよ、あの時私。あ、そうなんだ。そう、今まであの、まあ、たくさん来てくださってたかと思うんですけど、うんうん、なかなかこう会う機会がなくて。あ、そうなんだね、はい、お会いするのも初めてで、初めてこうお話もしたんですけど。はい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 。そうです、そうです。そう、ずっと可愛いねって。ずっと可愛いねって。そうですね、そんな感じでしたね。でもあの時時間が本当にあっという間でした。ずっと喋ってて、ずっと喋ってて、時間次見たらもう30分過ぎてて、うん、あ、終わんなきゃ。あ、でもあの締めようと思っても、うん、なかなか締めれなくて。いや、そこがだから出役の難しいところですよね。はい、そうですね、 MC がね、頑張らなきゃいけないところですからね、はい、そうなんです、そうなんですよ。いい練習になりましたね。練習、まあ、あの、はい、初めて。いい練習じゃないですね、いい経験です。はい、そんな感じでした。他に何か思い出あります？森田さんとやったのと、そうですね、あとその清純さんですよね。どうでした、あれ清純さんすごい面白いお話でしたよね。
いやごめんなさい、僕ほとんど見れてない。 あ本当ですか、クイズやったんですよ、はいはいはい、3問、あの天気と植物の秘密っていうね、天気の植物の秘密っていう題名のメインステージだったんですけど、うんうんうん、その時に、まあ、ちょっとお話をした後に、うん、清純さんが出されてる本の中から、うん、出題ということでクイズを3つやったんです、うんうんうん、桜と、うん、朝顔と、朝顔、はいはいはい、あとサボテンについての、はい、まあ、トリビアみたいなクイズだったんですけど、うんうんうん、気になる、何何、桜は内容ですか、うん、内容は、お花、お花見の桜、ちょっと桜は、うん、桜じゃない、ごっちゃごちゃってきた。お花見はなぜ桜って決まってるのか。おそうです、なんかこう全部桜も朝顔もサボテンも全部身近な、うん、花だよね。そう、聞いたことある、もうみんなが誰もが知ってるものなんですけど、うんうん、まあ、それでも全然こう知らないこと、うんうんうん、トリビアっていうのもまだまだあるなっていうのをクイズになっていて、それでああなるほどって思えるような内容のクイズでした。へえ、はい、なんで桜は花見なの。桜は、うん、そうですね、なんだったっけな、ちょっと待って今パッと出てこない。昔の、ま、神様に祀っていたお花が桜で、はいはいはい、なんかもうそのもう昔からなんだろう、梅じゃなくて、うん、梅は、その桜の種類も、うん、桜の種類じゃない、ちゃんと言えない私で、ポク言ってきます。そう、昔は梅だったんですよね。でもこう神様に、うん、祀られたお花が桜で、うんうんうん、そこから桜になって、うん、梅はこう横に咲いてるけど、はいはい、桜はこう下に咲くんです。あ、下に咲く、下に咲く。だからそれで下に咲くから、うんうん、人間がこう下にいてもこうちゃんと花を見ることができる、そういう、あー、なるほどね、はい、そう下に向いて咲くから、でこうやってパッて人が上見て、そうそうそう、もうちゃんと自分の方向いてくれてるから、はい、花見ってなったんだ、はい、へーそうです、すごい、すいません、ちょっと説明が下手でした。そんな感じです。朝顔も聞いていいんですか。朝顔はどんなクイズだったの。朝顔どんなクイズだったっけ、ちょっと待って、記憶をもうみんなね、空白ロスだからね、空白を忘れかけてるんです。もうすごい緊張してたんですよね、メインステージも初めてだったから、ね、そうですよね。朝顔ちょっと思い出せないな。じゃあサボテン、サボテンは、うん、ちょっとこの質問来ると思ってなかったんで。いや来るでしょ、だってその話は。なんだったっけな。サボテンのクイズ、角、トゲとか。そう、トゲの話です。なぜトゲがあるかだったと思います。なんで。そう、なぜトゲがあるかですよね。食べられないように。あ、食べられないようにも、まあそうだと思うんですけど、あと。うん、影にするため。影、砂漠にいるじゃないですか、はい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 、だからちょっとでも影を作るため。あれ葉っぱが進化したものみたいです、トゲって。そうなんだ、はい、影を作るため。へえ、じゃあ自らこうトゲを出してちょっと影を作って、はい、気温が上がらないようにしてんの、体温っていうか。はい、そういうことです。へえ、でもさ、このトゲが出た分さ、はい、このトゲのとこに日が当たるよね、はい、まあまあそうですね。ここはじゃあ感覚ないのかな。感覚どうなんでしょう。暑いとかね。私も詳しく知ってるわけではないんですけれども、まあ、その時の進化がそうだったんだ、はい、進化はそうですね。へ、あれだけ細いものですけど、もうたくさんありますからね、うん、トゲも影ができるんだ。それが、はい、影になってるみたいです。はあ、はい、あ、そうだ、朝顔、そう、暗くなってからの時間で咲く、そうだそうだ、朝顔はなぜ朝に咲くのかでした、そうだそうだ。問題がです。太陽が出てきてその日の光とかで咲くんじゃないの、はい、でも夜のうちに咲く準備をしてるみたいです、うん、あ、そうなんだ、はい、そうだから時間感覚が朝顔自体も持ってるみたいです、うん、あ、そろそろ朝だと思って、はい、もう夜の間に準備して、だからもう人間と同じですよね。寝てるってこと、ね、寝てるってことじゃないみたいなんですけど、うん、もうなんかこの時間感覚を分かっていて、うんうんうん、夜の間に準備して、うんうん、もうちょうどこの朝の時間にこうパッと開くようになってるみたいです。でまた閉じるんだ、また、はい、そう、日没から10時間、そう、時間が決まってるんですよね。だから夜の間に
日が沈んで10時間ぐらい経った時がちょうど朝なんですよね。あーなるほどね。朝顔それを分かってるんだ自分で。そう分かってるって。すごい、ね、ちゃんと生き物植物たちもで気持ちを持ってるんですね。へえ、はい、すごいね。 それあよかった、ありがとうございましたと皆さん見てくれてた方もいらっしゃったってことですね。そうだね、はい、でもあれだね、それ考えると、はい、ね、さっきニコ生の人にもありましたけど、はい、俺より偉いなって来てましたね本当にちゃんと朝自分でね準備して起きるだけ偉いですよね、はい、そうですね、うん、そうそう、だから私も全然知らないことを、うん、こう知ってる植物なのに全然知らないこともたくさんあるだなと思って、ちょっとと思いながら。そうだね、はい、舞台の中 でもっといろんな植物について知りたいなと思いました。あ、そうね、いろいろ聞きたいよね、はい、いいね、うん、そうですそうです。非常になんか充実した空白でした ね、はい、ね、そうです ね、はい、あれなんかゆるキャラとマスコットとかとあれ撮ったりしました写真。マスコットはそらジローだけ。あ、そらジロー撮れました。はい、そらジロー出てきた瞬間に。あ、そうだったね、撮っていただいて、もうそこからそらジロー大人気だったので。すごいよね、そらジロー、どこ行くにも子供が集まる、はい、集まる。いや、そうですよね、やっぱりそらジローいたら私でもすごい興奮したので。そうそうそう、そらジロー、くまモン、ガチャピン、全部すごかったよ。いや、そうですよ、くまモン会えなかったんですよね。あ、結構みんな言って、くまモンはね、はい、ステージのあっちの方だけにずっといたんですよ。 あんまりこうなんていうんですかね、入り口とか出口の方には来なかったんですね、はい、あ、ソライブの方にはいなかったのか。そう、あ、だからあまり奥に行く時間がなくてですね。そうそうそう、会えなかったんですよ。空次郎とかはガンガン来てましたね。うん、そうですね。いやーね、空次郎来年も呼びましょうよ、はい、あ、お、空次郎、はい、来年もまあ空白あればですけどね、はい、まあ来年の話してないですから、ね、そうですね、ソラハクまだ終わったばっかりです。別にソラハクじゃなくても何かのイベントで呼んだらいいですよね、あれね、うん、来てほしいですね。ソラジロー、くまもん、くまもん、ガチャピンはね、ガチャピン、ソライブのゆるキャラ、うん、ソライブのゆるキャラは多分ないですよ。ソライブのゆるキャラ、うん、だってソライブのゆるキャラはもうキャラが先行しちゃうから。そうですね、うん、愛理ちゃんいるから。あ、まあそうですね、うん、キャラクターは愛理ちゃんがいるからね、はい、あれを超えるキャラはないですよ。だってソライブでゆるキャラ作って何するの、そのゆるキャラ。持ち肌の野獣って知ってます？あ、なんか、はい、噂に聞いております。もう野獣さん、野獣あ、藤岡さん、ね、はい、先言っておきますけど、はい、野獣っていう言葉を単体であんまり使わない方がいいです、はい、あ、そうなんですか、例えば野獣先輩とかね。野獣先輩、そういうのは使っちゃダメです。野獣先輩、決して使ってはいけないです、そうなんですか。ダメです。持ち肌の野獣ってちゃんとフルで言ってください、はいほら、チャットが荒れてきたでしょ、うん、ダメなんですね。ダメなんです、ダメなんですそういうのは言っちゃダメです、うん、なんでちゃんと持ち肌の野獣、はい、山下、持ち肌の野獣さん、そう、持ち肌の野獣ヤマピ、ちゃんとそこまで言わないとダメです、はい、なんか理由があるんですか。あ、聞いちゃダメです。それは理由はありま す, か。理由はあるんですけど、これ以上はダメです。うーん、はい知らなくて、はい、知らなくていいことはいっぱいあるんですよ、大人の世界には。あかねに関係ないよ、はい、ということでね、はい、はい、他何があったかな。あ、空白ですか。僕なんかもう、はい、途中でもう足が痛すぎて、はい、降ってみたら足の裏に豆が3つぐらいできて、水ぶくれみたいなやつ。そうだったんですか。そう、あそこ全部コンクリじゃないですか、ね、もう足も上がんなくなってくるし、はい、まあ、足はまあまあ上がる、比較的大丈夫だったんですけど、やっぱ豆がねすごい、はい、まさかね豆がこんな短時間でできると思わなくて、はい、2日目ぐらいまでは大丈夫だったんですけど、うん、もう3つ目がもうダメでしたね。
あ、3つ目じゃない、2日、3日目3日目、うん、2日目までは大丈夫だったんですけど、3日目からはもう完全にできましたね。へえ、ダメでしたね。いや、革靴じゃないです、普通のスニーカーです。あ、スニーカーで豆できちゃいましたか、うん、そっか。そうでね、僕あのスライブの方でも言ったんですけど、はい、僕あのよくね、この3日間を振り返ってみたんですよ。はい、そしたら僕あの運営本部にいる役だ係だったんですよ。はい、運営本部ってあったんですよ、実は。運営本部にいる担当だったんですけど、うん、運営本部にいた時間一切ないんですよ。そうなんですか、どこに行ったんですか。いや、だからどこにいたんですかって言われたら、はい、いろんなとこしか言えなくて、あ、で名刺見たら僕運営本部長って書いてある。運営本部長、あ、僕そんな肩書きだったんだと思って、はい、あれキャスターリーダーと運営本部長、そう、両方、あ、両方か、すごくないですか、運営のリーダーでキャスターのリーダーでもあったんですすごいですね、なんですけど僕運営本部に一切いないから、はい、次の日から違う人が運営本部に入ってましたあれそうだったんですか。もっと偉いリーダーが俺やるわ ってそこにいましたからね。そうなんだ、でも確かに根室さんいろんなところで見かけましたね。見かけたでしょ、でも何もしなかったでしょ、はい、ただふわふわ歩いてただけでしょ、あれは何もしてなかったんですか。何もしなかった。だから今何やってたって言われると、はい、うん、ただただ歩いてた、歩いてた、歩いてた記憶しかない。歩いて何してたんですか。歩いてたいろんなところの見回りとかってことですか。初日は謝ってました、うん、謝ってた、いろいろちょっとバタバタしてたんで、はい、いろいろこうごめんなさいごめんなさいって整理整理こうなんかいろいろやったりね、はい、あのそういうのやったり、そう、あと自ら名刺を配りに行きましたよ自らですか。自ら名刺、あのキャスターさんのね名刺をもらおうと列ができてるんですよ。はい、はいはいはい、その時誰だったかな、誰か忘れてたんですけど、あ、配ってた誰かの列ができてたんで、はい、あえてその列に、はい、じゃあ僕の名刺欲しい方あげますって言って、その列に並んでる人に、別にそんなに欲しくなさそうな人にもどんどんあげていきました、はい、名刺って配る感じですか。そうそうそう、だから他のところでキャスターさんが列作ってたら、はい、じゃああげますよあげますよ、はい、はい、じゃあ並んでる間にねあげますよっつって、そしたらあの1日じゃなくなりまして、うん、そうですよね、そりゃそうだよ、うん、もう2日目から、ね、配ったらないですよね。そうだからみんなにはね、はい、あの2日目以降声かけられて、すいません、はい、人気がありすぎてなくなっちゃいましたって言ってたんですけど、自ら行ったのに、自ら配ってたそうだったんですか、自ら行ったんだ。そう、自ら行きましたよ。いや、そうだったのか、ガンガン行きましたよ、うん、そう、名刺私集めてたんですよ。あ、そうだね、僕も差し上げましたもん。そう、もらいました。あれどうしたんですか、名刺全部、あの、そうそう、あそこの控室にバーって並べたまま置いて帰ってきたんですか。ちゃんと持ってくる、もうあの私、そう、控室にずっとわーってずーっと自分が座ってるところに並んでましたそう、並んでたんです。ここでどうやってご飯食べるんだろうと思いながら見てたんですけどそうそう、で、あそこに増えていくのが楽しかったです、うん、ああ、もうあなた完全に違うところに入りましたね。そう、違う楽しみ方もあるなと思って、はいはい、あの裏でそんな楽しみ方をしてました。で、結局どれくらいだったんですか。結局でも30万ぐらい。あ、そんなに。はい、30種類ってこと、はい、スタッフ含めて。はい、あの新人さんにももらいに行きました。すいませんって言って。大型ルーキー。大型ルーキー。あいつにもらったんですか。そう。ほぼ30って全種類じゃない。いや、でも45。あ、そんなにあった。なんかまだまだもらってない方がいました。40種類ぐらい。日産とかもらいました。あ、多分もらってないです。全然もらってない人もいて。日産はね、肩書きゴッドハンド。ゴッドハンド。え、ゴッドハンド。神の手。え、神の手持ってるんですか。もう開発のリーダーです。あ、そういうことですか。すごいですよ、ゴッドハンドでこうやってプログラム作りますから。大型ルーキーでしょ。え、かっこいい、大型ルーキー。もう一人、あの新人の分作ったんじゃないですか。あ、大型ルーキーと期待の新人、期待の新人、期待の新人さんもいたんですか。そうなんです、2人いたんですよ。あ、全然もらってないな。あと誰だ、あとは庭さんとかですね。そうですね、庭さんね。草ちゃんもあったでしょ、うん、山がある、山がある。あ、広報リーダー須田さん、あ、広報リーダーね。そう、他に、いや、あの須田さんはね、本当は最初はあの綺麗だよにしようと思ったんですよ、キャッチを。綺麗だよ須田さん、うん、そう、綺麗だよ須田ひろ子にしようと思ったんですけど、さすがにちょっと怒られると思ってやめたんです。その会議なんだよ、綺麗だよ、その会議がみんなで肩書き決めてたんですけど、はい、あ、そうなんですか、綺麗だよ、須田ひろ子自分で働かないといけないですからねそうだからちょっと面白いかなと思ったんですけど、さすがにちょっとって話になって、そうですね、うん、やめたんですよ、はい、そうそう、もらってたんですよ、全然知らないやつ、全然もらってないやつもまだまだあって。あ、そうなんだ。そう、そうなんですよ。
僕のやつも結構早くなくなっちゃったからな。森田さんとかもらってない。森田さんとかもらってないから、だからもらってない人が今すごい会話の中にすごい出てきてます。逆に30って誰がもらったの？増山とか？増山さんもらったかな。いやもらってない。増山さん持ってますよ。あ持ってるんですよね。ウェザーリポーター企画リーダーとかだから、うん、ベイビーフェイスにしてないよね多分ね。ベイビーフェイスにしてないと思う。してないよね。ベイビーフェイスって、うん、いろいろあったんですね候補も。そうですね、そういろいろね誰を作るかっていうのでいろいろやってたんですけどね、はい、うん、ウェザーリポーターブースね。若狭さんと。若狭何？ウェザーリポーターブースタント。二人いたんだ。ウェザーリポーターブースタントね。はい、若狭ね。うん、ああなんかまた今度ちょっと作りたいですね。そうですね。なんかちょっとそういう面白いのね。はい。うん、ディレクター陣は大体名刺ありましたね。そうですよね。大体みんな持ってらっしゃいました。そうですね、そういうのもありましたけど。そらはくん、全部楽しまれましたね。はい、いろんな意味で楽しかったです。堪能しましたね。はい、なんかこれやってみたかったってのありました？これやってみたかった。実験とかワークショップとか何でもいいんですけど。ああ、子供たちともうちょっと触れ合いたかった。ああ、そうだね。子供たちはもう実験に夢中でしたから。実験と紙飛行機に夢中すぎて。そうですね。なんか子供たちのなんかブースとかもまたできたらいいなと思います。そうだね。はい。赤ねん可愛すぎたって聞いた。あだから藤岡さんを初めて生で見た人も結構多いんじゃないですか。あー、ね、そうですよね。最近結構ニコ生とかもやり始めて、うん、ニコ生とか24時間やり始めて初めての空白だから。あそっか、そうですね。初めましてもたくさんいらっしゃったかな。やっぱ初めてだった、うん、やっぱり生赤ねん初めて。あキャスター全員美人すぎてびっくりした。普段見てるじゃないですか。そうですか。普段番組見てるじゃん。やっぱあれなのかな、リアルで見るのとテレビで見るのじゃね、はい、モニターとかで見るのは違うんですかね、はい、あ違いますよね。私も芸能人の方とかを見てもやっぱり実物はってなりますもん。あ、まあ、ちょっとちっちゃかったりしますよね、うん、KTR が近づきづらかった。なんでだろう。そうですか。神田のなんでしょうね。近づきづらい。でもね、僕言われたんですよ。その会場でも、はい、あの直接会った時に、あ、やっぱネゴさんの方が話しやすいわっつって。あ、なんで？なんでですかね。なんか話しにくいオーラ出してるんですかね。なんでしょうね。いや、僕の方がね、絶対体でっかいし、うん、威圧感めちゃくちゃあるはずなんですよ。KTR さんどうしたんですかね。あ、俺はネゴさんの方が難しかった。本当ですか。目が笑ってない。近づくなオーラ。カンタロウさん声かけ。カンタロウさん本人は出してる。ちょっとお疲れだったんじゃないですか。あ、そうかもね、うん、KTR に舌打ちされた。それはちょっと、それは最低ですね。本当ですか。そんなことしないでしょ。それは最低ですね。舌打ちはしないと思いますけどね。それはひどいですね。もし本当だったらちょっとこ怖いな。ちょっと見方変わっちゃいますよ。怖本当に。疲れ気味だったので声かけられなかった。まあまあそうですね。全然僕ね、基本声かけられたら何かしら反応はしますよ、うん、そんなに立ち止まったりはできないですけど。あ、そうです、ね、長くはラリアットされました。ケーティカルネガキャン。嘘でしょ。絶対してないですよ。多分たまたまなんかね、うん、口が乾いてたんですよ。そうですね、ちょっとそういう風に聞こえたんじゃないですか。リップノイズですよ、リップノイズ、うんうん。はい、濁そうって言ったらすごい笑顔でした。いやなんかね、もちろんね、はい、あの空窓でね見てる人が来てくれるのももちろん嬉しいんですけど、大体会ったことある人なんですよね。そうです。空窓の人はどっちかというとその、はい、ハングアウトとかそういうのでお会いして、はい、まあ、名前聞いて ありがとうございますみたいな、そういうのはねやっぱりあるんですけど、やっぱりねこの1年の大きな変化ってそこじゃないですか、はい、ニコニコ生放送24時間始まったとか、うん、YouTube ライブも始まったとか、はい、アベマが始まったとか LINE ライブ始まったとか、やっぱそういうところから来てくれた人が、はい、そういうね、ああいう場に来てくれて、そういうところに見てて、うん、
あのじゃあそういうところに行きたいと思ってわざわざ足を運んで声かけてくれるってめちゃくちゃ嬉しいじゃないですか。そうですね、うん、すごいありがたいですよ、うん、はい、そうそう、そうだからやっぱね、わーわざわざありがとうっていう気持ちになりますよね、うん、うん、女性の方も多かったですよね。女性にもすごい声かけられた、うん、そうですよね、うん、声かけられました。あ、女性の方、はい、結構多かったです。多かった、はい、ちっちゃい女の子もね、いましたよ。そう、女の子、制服着てる女の子とかもいました。あ、そうそうそう、うん、で最初キャスターさんの名刺が欲しいって言ってたんで、あ、はい、なんか並ぼうとしててね、はい、で、いやなんかちょっとね、キャスターさんの名刺欲しいってことは僕の名刺も受け取ってくれるかなとかちょっと、はい、やましい気持ちになるじゃないですか、はい、で、あ、僕の名刺もいりますって言ったら、はい、って顔されました、あ、はいみたいな感じで一応渡しておきます。あ、一応渡したんですね。一応渡しておきます。一応受け取ってくれたんですけど、はい、あ、はいみたいな若干動揺が広がってました。あれ、ちょっと間違えたと思って、やっぱ、はい、ね、勘違いってよくないよね、人間勘違いしちゃいけない本当ありがたい限りでね、はい、まあ、いろいろ本当ね、そういうふうに本当に見てる人の幅が広がったんですよ。確かに今回ほど感じ、前回もそうありましたけど、はい、思いましたけど、今回ほど感じたのはなかったですね、うん、なぜならソラマドアプリでやってるから見てる人は、はい、ほとんどがボランティアだったから。あ、そっか、そう、ほとんどそっちの人はボランティアで、そうですね、それ以外の人たちが会場に来て遊びにくれたって、うん、そっか、そうだ、すごいね、なんか新鮮な気持ち、うん、うんうんうん、いいことですね。ありがたいです、本当ね、ニコ生から来ましたとか、はい、LINE ライブでいつも見てますとか、はい、BS910 チャンネルで見てますとか、本当、はい、ね、ありがたい限りですよね。もっと俺たちを褒めて、いや、あんまり褒めるとか別にないですよ、うん、見えてるぐらいなかったですね、うん、そうだからね、やっぱ、まあ、忙しい時はね、そんなにしっかりと話し込んだりはできないですけど、はい、やっぱり声かけてもらえるとありがたいですよね。そうですね、嬉しかったです、うん、そう、だからあんまりた、ね、ちょっと人が多かったので今回特に、ね、はい、あんまり立ち止まってできませんでしたけど、そうそうそう、そうなんですよね、申し訳なかったんですが、ね、まあでもなんかね、はい、そういう風にああいう場で少しでもね、はい、お顔見れて振り合えたりできると、うん、はい、やっぱりなんかちょっとマスじゃないですか、僕らのことを知らない人が多い中で、はい、そういう中でこう僕たちのことを知ってる人に会ってくれると、なんか声かけてもらえるとちょっとホッてする、うん、ちょっと癒されるあの瞬間 ね、はい、うん、ありますよね。お子さん多くてびっくりしましたね、僕らもびっくりしました、うん、いやーね、放送にもより力入りますね、ね、うん、もちろんもちろん、ね、はい、だって今までそういう風にね、やればやっただけそういう風に人が集まってくるわけですから、はい、そうですね、うんうん、ありがたい限りでございますから、またちょっとね、うん、またなんかあったらいいですね、あったらいい、ぜひなんかやりたいですね、はい、そう、見られてる幅が広がりましたわニコ生なのにいい話で終わりましたね。そうですね、いい感じに終わりそうです、いや、いいね、ありがたい限りですよ、はい、本当にね、いい時間でしたね、いや、じゃあ終わりますか、12時過ぎちゃったしね。そうですね、いつの間にか過ぎてました。来年もね、開催できるといいですね。そうですね、うん、もう疲れ切ってますね、もう本当にね、本当にソラハクロスなんですよ、はい、うん、もう本当に今何にもする気になれなくて、まあまあ、今週はそうですね、うん、はい、だから本当ね、前回、はい、前々回かな、ニコ生やった後に僕そのままここで落ちましたからね、はい、ね、そしたら元坂も帰ってて誰もこれ片付けてくれなくて、あら、そのまま僕も放置して帰りました。そうなんですか元坂に任せようと思ってどこに何しまったらいいかもよく分かんないから、うん、じゃあ終わりましょうかね、はい、いや、藤岡さん MC ですからね、え、藤岡さんが MC、 あ、私が MC なんですかこれ、僕ゲストですからね、 あ、逆になったんですか、そうなんです、そうなんです、あ、そうなんだ、全然そんな説明してないの、あ、忘れてたわあ、そういえば書いてますね、そうあ、今あ、逆になってたんです、ね、番組の終盤でやっとあ、MC です、あ、MC でしたか、はいはいはい、じゃあ締めさせていただきます
あ、ゆるいですね。じゃあ締めますね。はい、お願いします。2時間ありがとうございました。それでは、あ、そうだ、来週あれ決めなきゃいけない。え、何決めるんでしたっけ。来週誰でしたっけ。来週はさやねさんです。江川さん、はい、さやねさんで、あ、 MC が江川さんで、じゃあ今度ゲストを僕が勘太郎なのかって話なんですよ。はい、あ、ゲスト、あ、そうなんですね。ゲストは根頃さんって決まってるわけじゃないんですか。そうです、決まってるわけじゃないんですよ。ああ、それのじゃあ投票するんですか。そうです、アンケートで。アンケート、あ、じゃあ最近は根頃さんが勝ってるってことですね、KTR さんに。そうですね、うん、だからもうそろそろ勘太郎がいいんじゃないかな。そろそろもう江川さんともうここ、はい、あれ2回ぐらいもうやってるんですよ、はい、あ、そっか、3回ぐらいやってるのか。さやねさん、 KTR さんとやりにくいんですよね。だからそのやりにくい2人を見るのがいいじゃないですか。なるほど。それを見てやいのやいのやるのがきっと多分楽しいと思う。村田さんは今ロス中です。村田さん今ロスしてます。村田さん今ロス。じゃあこのお二方のどっちかね、はい、はい、じゃあ皆さん投票してください。でこれで負けた方があのソライブナイトになるっていうね。普通逆だろうって思う。あ、そういうこと。結局どっちかには出るんですね。そうです、そうです、そうです。うん、じゃあ皆さん選べましたか。はい、はい、じゃあ締め切り、はい、締め切り、あ、3、2、1、終了。結果、結果、おついに来ましたね。KTR さん、よかったよかった。お、来たね、僅差だ ね、 かなり僅差でしたけど、勘太郎さん勝利ですね。ってことはこっちが勘太郎さんってことですか、ね、そうです。で、僕がソライブナイトに行く。逆だろ。逆だろ。僕がソライブナイトをやらせていただきます。番組やろ。カンタロウで、カンタロウさんで、江川さんと勝った。よかったね。マジっすか。江川さんとカンタロウです来週は。え、あ、もう消したけどね。マジっすか、うん、もう消しちゃった。結構、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、本当だ。どうしたんですか。よかったよかった。いや、なんかね、さっき、はい、空白でね、カンタロウに話しかけられたら、はい、話しかけたら、あの、舌打ちされたっていう人がいて、話しかけたら下打ちされた。チって言われたって。チって言われた。どんな状況だよそれ。それはどんな状況だよ。って言ってましたよ。普通、人間としてしないでしょ。いやでもされたって言ってたよ。どういう状況。カタルさんついた。そう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 、やばい、そういう状況だった。やばい人ですよ。言ってたよ。ね、なさそうだね。コメント来てたよ。わあ、怖い怖い。ひどいやつだね。そう、ひどいよね。で、一応ね、来週江川さんなんで、はい、江川さんがほら、勘太郎絡みにくいっていう話をしてたじゃない。うん、うん、うん。だからそれをみんな見たいなって。ああ、僕とさやの微妙な空気。微妙な空気を。いや、仲いいよ。いや、思ってるの僕だけだと思うけど。そうだね、そうだと思う。サイエンが合わせてくれてるだけですからね、うん、そうだと思う、はい、そうだと思う。わかりました。じゃあ、来週はソライブが根頃さん。はい、僕が本戦やります。うん、それってなんか結局何なんだろうね。普通逆だけどね。うん、はい、じゃあ来週よろしくお願いします。なんで黙るんですか。いや頑張ってねと思って。はい、いやー、カンタロウ嬉しそうでした、ね、そうですね、うん、よかったよかった。かなり久しぶりってことですか。かなり久しぶりですね。おー、うん、じゃあさやねさんと江川さんとね。だからこっからまたしばらくカンタロウ政権でいいんじゃないですか。あー、そうです ねこれまた来週もアンケートで決めていくってことですよね。そう、だから来週もアンケートやるんで、こっからしばらくカンタロウがずっとこう続いていく、うん、っていう風にしておけば、まあなんかそろそろバランスもいいんじゃないかな。はい、即日交代の可能性あり。いや、多分それはないと思いますよ。だって僕大体一通り皆さんと、はい、あの番組をやらせていただいたんで、次は今度勘太郎のターンで、勘、うん、はい、太郎がいろんなキャスターさんと
この新しい形、まあ、新しくてそんな変わってないけど、この形でやってみて、はい、で勘太郎が一周一通り終わって、うん、その後アンケートして初めて本当にどっちがいいかって話になるわけです、はい、あ、そうですね、うん、だってほらそうしないと全部のパターンが分かんないじゃないですか、はい、だから藤岡さんも次勘太郎ですよ、はい、場合によっては大丈夫です、大丈夫です、あ2回言いましたね、大丈夫です、はい、2回言いました、大丈夫ですいいんじゃないですか、はいはい、僕が出るとね、僕が喋りすぎちゃうからみんな結構嫌なんですよ、そうなんですか、そう僕が結構喋っちゃって、はい、藤岡さんがあんまりこう喋ることがない、うん、藤岡さんが喋ってる方が短くなっちゃうのね、はい、そう、それ嫌なんですか、みんなね、うん、僕は別に楽しいですよ、だって藤岡さんと話してるの、はい、うん、ね、はい、はい、ということでいいですか大丈夫です、はい、はい、じゃあそろそろ終わりです、はい、まあ、15分14分か過ぎちゃいました、あら、すいませんね、うん、はい、それじゃあそろそろ終了です、はい今日も皆さんありがとうございました、じゃあ来週は勘太郎さんとさゆねさんということで、うん、来週もよろしくお願いします、はい、それでは素敵な夜を、おやすみ、おやすみ。シャンプーしてない。